こんにちは、西山です。ギターレクチャー動画、今日は51回目を撮影しています。今日のレクチャー内容も引き続きこちらのギャロッピング奏法練習フレーズ集ボリューム1に掲載しているフレーズの中から、今日は EX33 から EX36 の4つのフレーズをレクチャーしていきます。では早速 EX33 のページを開いていただいてと思います。いつも通り僕が最初に弾いてみますので、聞きながらね、譜面と照らし合わせつつ確認してみてください。まあ、ちなみにこの4つのフレーズ、このページのフレーズたちはですね、簡単そうに思えて意外と弾きづらいっていうようなフレーズを集めております。はい、では一回いってみましょう。ワン、ツー、せーの。はい、こういうフレーズが EX33 になります。初っ端1小節目に出てくるホーム、これが非常に抑えづらいんですけど、これはチェット・アトキンスをはじめ、まあ、カントリー系のギャロッピング奏者は結構よく使うホームです。イメージとしてはですね、Fm のコードの、展開系で Gb6 っていうコードがあるんですね。ベース音が Gb に来て、テンション音っていうのが、まあ、13th もしくは6で考えるんですけど、それのまた変形形みたいな形で、多分こういうフォームが生み出されたんだと思うんですけど、だからコード進行のこの CFm もしくは Fm7th のコードに当たるときに入れ替えてね、使うことができると思います。もしくは Gb6 ってコードがあるときにも使えるような形、結構面白いですよね。まあ、もしくは Dm とかね、 Fm7 と Dm7 は同じような形で入れ替えることができるんで、コード進行のときに、Dm もしくは Dm7 があるときには、このフォーム、入れ替えることができると思いますので、一回ね、よかったら使ってみてほしいなと思っています。でそれをまあうまく使ったフォームで、一応これコードネームは Gb7th の 9th って書いてますが、このホームで2弦まで、6弦から2弦までの音であればそういう名前で OK なんですが、実はチェット・アトキンスとかはこの1弦、1フレットも一緒に鳴らすことが多いです。そうするとこの1弦1フレットと、実は小指で押さえていた4弦4フレットは、まあその不協和音、半音感でぶつかってしまうので、本当言うと何ですかな、一つのコードの中に同時に鳴らすのはあんまり良くないんですけど、まあ、こうね、いろんな音が混ざってジャーンと塊で弾くと違和感がなくなるんで、不思議な、サウンドでもあるんですけれども、コードネームをまあちゃんとしたのはつけれないということなんですね。半音階でぶつかっているので、なのでちょっと一応 Gb7th の 9th とは書いてはいますけれども、それプラス、ちょっとね、複雑な音が入ってるっていう謎のコード、だから正式なコードネームは人によって考え方が変わるかもしれませんね。僕は一応そういう風に解釈しています。でこの形がまず一発目に来て、2小節目はこの人差し指はそのままキープして、薬指、小指、中指をその、半音1フレット分下げる状態になります。でこれで次のコードが完結性なんですが、ここもコードネーム一応、まあ、G がずっと続くような形で、ね、G ルート、ルート音を G にしてますけれど、イメージとしては F コードのベース音 G で、 F 音 G って解釈してもらっても OK です。 F コードがね、コードのメインでベース音が G に変わってるってことですね。なので F on G って考えた方がスッキリしやすいかもしれませんね。そして3小節目はこの形から中指を離して、薬指小指はステイ、そのままキープして、人差し指を3弦1フレットだけにします。そうすると今度は G7 のフラット9っていうコードになります。いつも皆さんが多分使いやすいのはこの中指で3弦2フレットを押さえた G7th9th。これはポップスでも使うことがあるので割と知ってる人も多いと思うんですけど、その中指の3弦2フレットを1フレットに変更してフラット9という音に変えてますと。それが G7 のフラット9。これも結構よく使います、カントリー系のギャロッピングでは。なので覚えておくと得だと思います。まあ、これも Fm との時に入れ替えて使って C に落ち着く時、 CFm
こういうコードの時にあえてこの G7 のフラットナインスを入れたりするとちょっと雰囲気が変わるし、おしゃれな音になるので、使い勝手はいいかもしれませんね。そして、最後の4小節目は C と G なんですが、ここ実は4拍目の時、あ、ごめんなさい、3拍目の時に G が変わってるっていう感じで、いつもだと2拍目裏で、コードが先にチェンジするようなイメージの弾き方が多かったんですが、ここのフレーズはですね、 C が2拍目裏でピッキングしたのを残しつつ、ベース音が来て、まあ、3拍目4拍目の時に G コードになるという、一歩遅れた形で、G コードにチェンジするようなイメージになるんですけれども、ちょっとね、今までのパターンと違うので気をつけていただければと思います。ではまず 1,2 小節一緒に行ってみましょう。まあギャロッピング自体は、普通にベース音をキープしつつ人差し指中指でピッキングするだけなので、右手は多分問題ないと思います。こっちの左手がホームが抑えれるかどうかということだと思うんですが、最初のこの形さえ決まればあとはスライドしていく形なのでいけると思います。じゃあまずこの形をキープして一緒にゆっくり行ってみましょう。 1,2,3,4 1,2,3,4 半音下げて 1,2,3じゃあもうちょっとゆっくり行ってみます。 1,2,3,4,1,2,3,4,1,2,3,4,1 大丈夫ですね。そしたら今度は人差し指を3弦だけにして中指離して G7 のフラットナインスから 3,4 小節目いきます。 1,2,3,4,1,2,3,4 C コード 1,2,3,4 はい、この4小節目ちょっとややこしいんで4小節目だけちょっといきましょうか。 1,2,3,4 1,2,3,4 はい、4拍目の時に変えてほしいってことですね。ちょっと C コードが遅れて居残りしたような形でベース音だけ先に G に来て4拍目の時に離すということになります。ではこれ4小節続けて、ゆっくりやってみましょう。 1,2,3,4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  大丈夫でした？じゃあテンポ上げてみましょう。 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 はい、じゃあ合格ラインのテンポでいってみましょう。 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 はい、今ぐらいのテンポで弾けてれば大丈夫です。まあ、特にこの最初の一つ目のコード、これはですねぜひ覚えてほしいなというコードの一つです。これね、本当にいろんな曲で出てきますので、出てきた時には、EX33 のやつだと、きっとね、ピンと頭の中でひらめくことが出てくると思うので、その時を楽しみにいただければと思います。では EX34、僕がまず弾いてみますので、聴いていただければと思います。1、2、3、4。はい、こういうフレーズになりますが、まあ、パッと見ね、そんなに難しくなさそうに思うんですが、ちょっとややこしいところは、出てくるコードに関しては C と C7th の 9th というコードなんですが、いつも通り2拍目の裏でシンコペーションでコードチェンジが入っているので、C コード、C がルートの時はベース音をね、こうわざわざ動かすというのは皆さんも頭の中に、もうインプットされたと思うんですけども、そのルールがあるので C7th9th に変わった瞬間は実はベース音を6弦にね、ここに上げた状態、このフォームからスタートします。 C7th9th に関してはなので、
C と C7-9 ってこの5弦がルートになるんですが、気をつけなきゃいけないのは6弦から入らなきゃいけないってことなんですね。これを頭の中にちゃんとインプットしてから弾かないと、頭とその頭の中と楽譜が一致しなくなっちゃうので気をつけていただければと思います。まあ、ちなみに C7-9 はこの薬指3本の1弦2弦3弦を押さえる形のフォームでも大丈夫です。ベース音が結構重要なポイントなので、ここの、1弦2弦に関してはこのフォーム使ってもこっちの薬指寝かすフォーム、これはどちらでも大丈夫です。じゃあまず 1,2 小節ゆっくり一緒にやってみましょう。数えたら入ります。 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 もうちょっとゆっくりいってみましょうかね。 1,2,3,4 1,2,3,4大丈夫でした。で、同じようなパターンなので3、4小節目もいきますが、ここは4小節目の時に C コードに戻らなきゃいけないので、そこを気をつけて、忘れずにね、フォームを整えていただければと思います。では3小節目からいきます。1,2,3,4 1,2,3,4 1,2 C コードで3,4 はい。じゃあもう一回行きましょう。ゆっくり行きます。1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 大丈夫でした？じゃあ4つ続けてやってみましょう。1,2,3,4 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 はい、じゃあテンポ上げてみましょう。 1,2,3,4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  じゃあ合格ラインの速いテンポでいきます。 1,2,3,4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  はい、今ぐらいのテンポで弾けてれば大丈夫です。では EX35 まず弾いてみますので聴いていただければと思います。 1,2,3,4はい、こういう可愛いフレーズになっております。まあハイポジションを使ってるし、4弦3弦4弦3弦というベース音のピッキングなので、ね、5弦6弦使わないからちょっと低音がない分可愛い音に聞こえておりますが、フレーズとしてはそんなに難しくないので、この、ね、4弦3弦のギャロピングがうまくいけてれば大丈夫だと思います。まずちょっとコード確認すると、ハイポジションの C、まあこの F フォームをずっとずらしてきた位置の下から1弦から4弦までのフォームですね。そしてこの形に2弦11フレットをプラスすると C7 というコードになります。そして今度は F コード、まあ、僕はこうやって押さえてますけど、人によってはこっちの方が1本ずつ押さえた方が押さえやすい人はこっちでも大丈夫です。そしてまた C と、まあ、コードは簡単なのでね、ギャロッピングをうまくできるように気をつけて集中してピッキングしていただければと思います。ここのフレーズは4つ続けてやっちゃいましょう。そんなに難しくはないと思いますので。では、ゆっくりやってみます。1,2,3,4 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 じゃあもっと落としてみましょうかね。ゆっくりいきます。 1,2,3,4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 
はい、まあ、ここはね、コツっていうところのほどの内容はないので、うまくピッキングができて、音が綺麗に、発音できてれば問題ないと思いますので、ちょっとテンポ上げてみましょう。じゃあ、早めでいってみます。1、2、3、4。じゃあ、合格ラインの早いテンポでいきます。1,2,3,4,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 
こうベース音を弾くようなイメージがありますが、もちろんこういう風にハイポジションで、ハイポジションで弾くこともあります。で、まあ特にギャロッピングの、その、エレキ系のギャロッピング、ブライアン・セッツァーとか、そういう音楽を好きな人は結構ね、この辺は、ピッキングすることがあります。ウッドベースのね、伴奏の中に、そのベーシストとか、キーボーディストがいるときは、わざわざギタリストが低い音を弾かなくてもいいときがあるので、そういうときは高い音でのギャロッピングっていうのもあったりするので、こういう位置のね、ピッキングも覚えていただければと思います。じゃあ36、いつも通り弾いてみますので、聴いていただければと思います。1,2,3,4 はい、こういうフレーズになっています。まあ、かなりね、普段こう使うことないような半音階で動いて、ちょっと音的に気持ち悪いところもあるんですけどっていう音になっています。で、これをまあ C コード、ベース音で動きながら弾いてるフレーズになるんですけど、まず1、2小節ちょっとやってみたいと思いますが、出だしの C コードはいつものこの C ではなくて、4弦2フレットを普段中指で押さえているのを人差し指で押さえてですね、この形で C コード最初スタートします。そして2拍目の時に中指をこの状態にプラスして、で、今度ベース音が薬指、6弦3フレットに上がったら3弦3フレットのフラットの C の音が入ります。で、2弦0フレットと4弦2フレット同時に。なので、一旦こういう形になっているような形ですね。1,2,3,4。そして C コード。2小節目、C コードになって、人差し指だけがまず半音上がって、で、今度薬指が6弦3フレットと2弦3フレット小指で。で、1弦0フレットと4弦。まずこの2小節だけ低くやってみましょう。1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4。 大丈夫でした？もっと落としてみましょうかね。難しいですね、これね。1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 で、今度3、4小節目に行きますが、3小節目がね、プリングの連続なので、これも結構ね、大変なので頑張って練習いただければと思います。ゆっくり行ってみましょう。なので最初はまあ C コードだけど、1弦1フレットから準備してスタートしてみてください。1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 元落としてみましょうかね。 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 1,2,3,4 じゃあこれ4つ続けてやってみましょう。 1,2,3,4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  はい、ではこれをテンポ上げてみましょう。1,2,3,4 1,2,3,4
では合格ラインのテンポでいきます。1234 1234 1234 1234 1234 1234。はい、ということでね、かなり難しいフレーズではございますが、頑張って練習し続けていただきたいと思います。今日の4つのフレーズは全部ね、パッと見難しそうに見えなくても、いざ弾いてみるとかなり難しいっていう4つでございました。なのでね、几帳面に一個一個、うまく弾けるように練習するのが上達の近道だと思いますので、急いで弾くことは、あんまりね、意味がないというか、テンポを落として弾くことに重心を置いていただければと思います。では最後、4段連続でいつも通り弾いてみましょう。 EX33 からいきます。まずゆっくりのテンポからいきますね。はい、じゃあ合格ラインの早いテンポでいってみます。 1234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 
を、ギャロピング操作のね、中級レベルになっていると思いますので、自信を持っていろんな曲にチャレンジしていただければと思います。では次回は最後の課題曲3にチャレンジなので、課題曲3ね、しっかり、楽譜ね、目を通していただいて、また次回お会いできればと思います。西山でした。バイバイ、またね。